ってクソ野郎だけだ。そうかそうか、じゃあ俺急用を思い出したから。待ちたまえよ公平くん。話しかけるな、知り合いと思われる。知り合いどころか大親友だもんね俺たち。話せ、俺は無関係だ。ほほー、そんなこと抜かすか。ところで公平は青茶の浜岡篤人さんと付き合い始めて2週間だっけ。来たの。さて、お前も仲間としてこの事態の対策を一緒に考えようか。いやそうだな、てめえいつか殺す。無論お前が怖いと言うなら仕方ないが、言ってくれるじゃねえか。ショート、その勝負乗ってやる。